はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望、来世紀続きをプレイしていきましょう。まずはですね、前回までのおさらいというところでは大和を攻略したので、今回からはね、キーを攻略していきたいなというふうに思っています。なのでキーをね、しっかりと回収していきたいなというところですね。で、水軍か、水軍もしっかりとここは味方に引き入れていくための金をばらまいていきましょう。まあ、おそらくね、その鈴木家を攻略するときには敵方として本願寺が参戦してくるんじゃないかなと思うんで、味方はできるだけ増やしたいですからね。そしたら少しでも戦力をアップするために信長を再び前線へと送り込んでいきましょう。まあ、自ら前線に立つという感じかな。では早速人事異動していきます。信長を式山に入れていきましょう。茎押したかも、ついでに移動させる。であとはもう交渉交渉ですね。ひたすらに交渉を繰り返していきましょうか。多少金をばらまいてでも、あるいは兵糧を減らしてでも、親密な関係を気づいておきましょう。まあ、このね、水軍を味方につけられるかどうかというのも大きな要素にはなってきますからね。有効にまではなりましたね。有効にまでなればどっちに転ぶかわからないという状況までは持ってこれたということなので、さらに進めていきましょう。まあ、ここは金を送る。お金あんまりないんだけどね。いや、ここは勢力、さらに交渉して忍者衆に味方になるように働きかけてもらう。伊賀の、さあこれでいいでしょう。ちなみに訓練度合いはどうなってるんだっけ。ヤマトの訓練度合い確認しておきましょう。で、秀吉を引き抜きにかけておきます。
いやー、氏家が死んだか。成政結構負けるからな、この忍びとの対戦は。ここは勝ったか。天狗の団蔵相手に勝ちましたね。いや、本当に近いうちに家康は成敗したいな。第2軍団が鈴木家に攻め込んだ。まあ、ちょっと勝機は薄いかな。おまけに飯抱えられるっていうね。まあ、鈴木家単体であれば大したことないんですけど、本願寺、あとは黒人衆、寺社衆、水軍衆が鈴木の味方をするとなると、ちょっと厳しい戦いになってくるんですよね。お、これ三崎水軍と芝生水軍が先頭か。芝生水軍は今ねちょうど外交で交渉を仕掛けているところなので、どうなるかは見ものだなと思ってたところなんですが、まあ、信長自ら出向いて金を握らせましょう。兵糧の方がいいね。兵糧を握らせましょう。一気にね親密度を上げていきたいところなんですが、あとはねこれなんですよ。寺社衆をどうやって仲間に引き入れるかなんですよね。親密にならないっていう場合もありますからね。もうすでに多勢力と親密になっている場合はいくら交渉貢ぎ物を送っても親密にならないようなんで、もう一回ずつ親密になるかどうかの見極めとして交渉で贈り物を送っていきましょう。また攻めるのか。信長のいる、いやもう信長はいないね。近江で足利と浅井が戦うか。ここは中立をキープだな。問題は鈴木だな。毛利も大きくなってきてるしね。ここは早めに鈴木を叩いておきたいんですが、ではまたここはね粘り強く粘り強く交渉を続けていきましょう。芝生水軍、これがね本当に味方になってくれるのっていうところだよな。規模10大きいですからね、味方になってくれれば本当に助かります。よし、親密になったね。あとは寺社衆だな。寺社衆だけがちょっと本当に読めないですね。やっぱりここまで交渉を続けても味方になる気がないってことは、それだけ鈴木とのつながりがもうすでにありますね。
さあ、ここはただ畠山家にも出兵の依頼をしちゃいますか。仮に畠山にここを取られたとしても、それだけ鈴木家は強力なんで、単軍で攻め込むよりかははるかに効率がいいんじゃないかなと思います。しかも畠山無視してくる可能性もありますからね、こちらからの出陣の約束を。ただ今回は出陣してくれたね。で、本願寺がどっちとして参戦するか、あるいは参戦しないか。で、おそらく本願寺は敵対してくると思うんですよ。なのでその場合に抑えとして畠山の軍勢がいてくれると助かりますね。よし、宇野森御坊、これは中立になってくれたね。味方の方が圧倒的に有利な状態が作り出せましたね。本願寺も出てきていないとなれば圧倒的に有利ですね。まずは城を一つ二つと取っていきましょう。いきなり地味に戦闘してるし、ここで。よし、寝返りはさせましょう。この辺がちょっとね、早いんだよね、兵を引くのが。信盛もちょっと危ないかな。先にこの手取り城を攻略して、手取り城を前線拠点にする方が良さそうですね。
いつらすぐに帰りたがるからな、まあ、気持ちはわかるけどさ。北畠隊が撤退する。戦は押してるんだけどね。よし、これで味方が増えたね。部隊を収容して回復した方がいいかな。士気が回復したら再び出陣していこう。いや、士気の戻りがやっぱり早いですね。こうやって城の中にいるだけでも。さあ、災害に向けてじゃあ出陣していきます。まあ、やっぱりまず城を一つ二つ取るっていうのが定石かな。こう考えると、これで城さえ取れればこのキーボ一気に信長領に編入できますね。部隊の士気が危なくなってるとは言われてもね。もうこの状況だと兵を帰らせるわけにもいかないから、頑張ってくれとしか言いようがないよな。勝手に帰り始めるやつとか出てくるけど、まあしょうがない。よし、官兵衛が災害を落としましたね。鈴木か大久保長安、まあここは登用しておきましょう。できればね、重秀とかそのあたりを雇いたいところですよね。続いては本願寺に宣戦布告かな。こうなってくると本願寺に宣戦布告して、ああ、信盛が死んだか。んげ、信虎が病か。信虎は戦闘力高いからね、できれば戻ってきてほしいな、死なずに。お、柳生宗、柳生家から秘伝の何かを託されるんだな。これで信虎が復活してくれればありがたいな。ちょっと見逃しちゃったけど。
はい、というわけで今回はヤマトからキーにかけて攻略完了しました。次回はそうですね、こうなってくるといよいよ本願寺との血で血を洗う戦いが開始されるかなというところになりそうですね。はい、ではちょっとね、今回短めですがキリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。